おはようございます。現在の時刻が分かりません。まあ、夜であるのは確かなんですけど、ちょっとなんか20時間ぐらい寝てたわ。飯食いますか、とりあえず。昨日、夜な夜な一人でスパに出かけて、で風呂入ってマッサージ受けて、で、なんかその、こう、フリースペースみたいなところで寝ようとしたけど寝つけないから結局家帰ってきて寝て、昼に一回起きたのかな。あ、起きたわ。で、ご飯食ってすぐまた寝て、そっからぶっ続けで寝てたか。だから、7時間寝た後に、7時間?違う。8時間か。8時間寝て、起きてまた12時間ぐらい寝たんだ、俺。20時間ぐらい寝てましたね。こう生きてんのか死んでんのか分かんなくなってくる、自分が。ただ動いてるだけ、呼吸をしてるだけ、そんな男の飯を食う動画です。おい、なんでスプーンとかお前フォーク入ってねえんだ。これフォークが入ってない、なんでだろう。じゃあお箸で食いますか。今回のスパジローっていう、なんか東京によくあるこうちょっと有名なスパゲッティの店で、はい、スパゲッティトマトソースのパスタを注文したので食べます。あ、うまそう。まあいいな、程よくなんかこうガーリックの香りというか香ばしさも感じながら、しっかりこうあさり、でっかいあさりが入ってるわ。あ、うまっ。ちょっと喉ガラガラやから、これお茶飲む。俺お茶飲もう。うん、いやな、YouTuber っていうのがね、日々華やかな生活を送ってると思ってるでしょ。全くそんなことないっすね。廃人のような生活をしてる気がする。今年に入ってから。飯を食う、寝る、動画を撮る、編集する。で、この編集で右腕をずっとこういう感じで動かすから、右手が壊れていく。だから定期的にマッサージ行って、こう右をこう、なんか流してもらわないと。オイルマッサージとかってさ、こうギューってやって動かなくなっちゃうんですよね。で、単純に夜中とかにこう黙々と作業するからメンタルが沈んでいくんだよな。何なんだろうこの時間みたいな。でもまたね、コロナとか増えてきてるから、こう自粛生活みたいなのがまた再開するんじゃないかって俺危惧してるんですけど、まあもうそうなった時のために備えてあらかじめ自粛してるっていう、そういう状態ですね。あ、うまいな、やっぱな、うまっ。プロ野球の開幕が待ち遠しいわ、最近。大体なんかこう、夕方に試合があるから、その割に起きようみたいなリズムがあったんだ、今まで。今、マジで何もないからな。動画なんて別にね、夜中とか昼だろうが、いつでも撮れるし。生配信はまあ、気が向いたらニコ生で、なんかもう、ベッドの上でこう、スマホからやったりするし。うん。時間なんていうのない。何日が経ったんだろうって。最後に外出た日から何日経った、何時間経ったのかなって。ふと我に返る。そしてまた眠る。あ、これこれちょっと話変わるけど、最近寝る前にアニメを見るのにハマってて、少女週末旅行っていう、なんだっけな、ちょっと待って、つくみずさんって方が書いた漫画がアニメ化した作品があるんですけど、あれめっちゃ良かったわ。あれを毎晩、まあ、2話か3話見て眠りにつくっていうのをルーティン化したんですけど、もともとは生配信の視聴者に、ネイトン・ヤビスっていう
アニメが好きで、それあれなんかあんな感じの世界観のアニメ他にもないって聞いたらおすすめされたんで見てみたんですよ。まあ世界観は近い、メイドインアビス、なんていうの、その神秘的でこう不思議というか、この底知れなさというか、一体この世界はどこまで続いてて、どういう終わりを迎えるんだろうみたいな、底知れなさ。で少女週末旅行はこうもう誰も、もうなんか戦争とかで もう全ての人類が死に、本当残されたこの少女2人が変ななんか乗り物に乗って旅していくんですけど、あらゆる世界の文明とか文明、国、領土、そういった境目がもうなくなった世界なもんで、こうもう自分らもどこを走ってるのか分かんないけど、とにかくその日々くくっていくために、まあなんか食料探したり水探したり燃料のなんかガソリン探したりしてひたすら旅していくんですよ。たまに人間出てくるけど2人だけやったな。人間2人と死んだ魚1匹、生きた魚も1匹出てきたか。であとなんかロボット3030年ぐらいの話、3030年ぐらいの話で、その作品のなんかデジカメみたいに出てくる、デジカメの右下のデータのところが3000年とかだったら、多分3000年ぐらいの話やねんけど、もう何も出てこない。あとそれ以外、そのなんか人工知能を持ったロボットとかがこう工場とかを監視したりしてんねんけど、そいつらはもう人間がおらなくなった世界やから何もなくて、たまにその ご飯とかなんか何百年前のビールとかが見つかったりして、それをなんか二人でこうねたしなみながら、今日は楽しかったねって、明日どこ行こうかみたいなんで、ひたすら物語進んでいくんですけど、うん、背景がめっちゃ綺麗、絵が綺麗やな、あのアニメ見入ってしまうっていうか、なんかワクワクすんねんな。でなんか結局もう、漫画が全6巻出てて、でそのうちの4巻までがアニメで再現されてんねんけど、もう続き気になるからもうそこで Amazon で Kindle で 5巻と6巻買って、この間その6巻読んだ後に泣きそうになりました。ほんまにいい作品だった。まあ、あれこれ喋るとしたらネタバレになっちゃうから、まあ、気になる人はもうぜひアニメを見てみてください。もうなんかただぼーっと見てるだけでもう魅力がわかると思う、あのアニメの。こういろんな人とか出てきて、組織とかがあって、人間関係とバトルとかがあるわけでもないし、ただもう見てるだけ、もうすぐに分かる少女週末旅行の魅力。んでそのアニメ見終わった後に見るもんがまたなくなったから、今日から何見て寝よっかなっていうので、次はフェイトゼロを見始めました。昨日からフェイトゼロ、あれ1話めちゃくちゃ長くなかった？46分くらいあってんけど、リゼロみたいな感じは多分1話でこう一気に視聴者引き込むためにあえて尺を長く取ったんやろな。1話が4、2話からでも23分とか普通の尺だったけど、だから2話まで見たわ。あのサーバント各そのこの紋章を持ったやつらが召喚して、さこっからその何聖戦に向けての準備やっていう段階だけど、あのフェイト見たことなかったんですよ。
なんかキャラはしててさ、そのシャドーバーとかの付近になってるからコラボとかして、キャラはそのトーサかリンとか知ってたけど、セイバーとか、だからアニメ見たことなかったから、なんやろ、話むずいんかなと思って、まあ、実際ちょっと見てたらむずいねんけど、ちゃんと見たらね、めっちゃおもろそう、今のところは。だからまあ今日も見ます、フェイトゼロ。アマゾンプライムのその、ウォッチパッチとかあればな、スイッチでウォッチパッチの中見えんねんけどさ、なんか、分かんなかった部分をさ、視聴者に来てるやん、ウォッチパーティーで見ながらやったら、あれ、今のってどういうシーンなんだよ、これって誰のこと言ってんのとかさ、まあ、一人で見るのも楽しいけど、なんかこう、何人かで共有して見るの思うねんだろうな、アニメって。まあ、何人かで見るなんてないんですけど、一人で見んねんけど。そんな感じですね。あと歌ってみた、今年の目標、もう2週間に1個あげる、2週間に一発の頻度で歌ってみたわけだから、年24本、まあ、メインチャンネル、サブチャンネル問わず、目標にしてますよ。だからボカロ曲とかも最近まためっちゃ聴き始めてるよ。いつもミックスしてくれてるマドスキーの家に夜な夜な押しかけてバーッと撮って、あの葛飾ラプソディと月のワルツは、あれ、年末にね、2本同時で撮ったんですよ、あれ。まあなんか、1日に、なんか1回行ったら2本ぐらい撮ってみたいな感じで。でも、窓口がそれをね、風にミックスしてくれるから、なんかすごいありがたい。マドスキーなんてもう10年以上の付き合いだと思う。なんだかんだニコードで中ポケとかやめて、シザーハンズっていうその僕が初めて歌ってみたいに挑戦した動画があるんですよ。それもうそっからずっとマドスキーですからね、ミックスしてくれて、まあ、それその間にいろんな、まあ、友人にもお願いしたい仕事もあったけど、今何このマドスキーとね、この関係を持たせてもらってってもありがたいですよね。うん、あ、これうまっ。このライスコロッケうまいな。何してんねん、みんな一人でおるときって何するん？なんかずっとボケーってしちゃうわ、こう特にやることもない、時間に縛られてない、そんなとき一人でいるとき
ずっとぼーっとしてないんだけど、スマホでこうひたすら YouTube をこう更新したり、ちくわちゃんランキングで今誰が配信してんのかなみたいなさ、 Twitter とか、まあ、SNS 更新したりも、無意味な時間、だからそんな無意味な時間が今の僕には必要なのかもしれない。美味しかったです。ごちそうさまでした。